水流剣は奈良時代に刀身が作られたとされる日本刀である。刀身は日本の重要文化財に指定されており、国立文化財機構が所有し、東京都台東区にある東京国立博物館に収蔵されている。水流剣の号は明治6年に加納夏男が制作した小白いに基づくもので、東京国立博物館は自家刀無名譜。 なしじ流い雲文うずと呼称している。ただし、こ白らえそのものは、重要文化財への月としても指定されていない。明治天皇の愛悼として知られる。この時期刀は、奈良正宗院北倉に、刀身だけが所蔵されていたもので、東大事件も図町には記載されていない。一説によれば、聖武天皇の拝見と伝えられる。明治5年に行われた、 正倉院宝物修理の際、宝物を鑑賞した明治天皇が、この時期刀を気に入り、手元に留めた。刀剣愛好家でもあった明治天皇は、東大随一の長勤家として知られた、加納夏尾に、こしらえ、梨寺水流随運分法剣を制作させ、明治六年に完成し、明治天皇が廃用した。水流剣の号は、この水流分ン具のこしらえによるものである。 太平洋戦争が終結し日本国憲法による新体制が発足すると、皇室財産は国に属するものとされ、刀剣類の一部は魚物に止まったが、水流剣は他のいくつかの刀剣類と共に昭和22年国立博物館に移管された。以後は同博物館に所蔵され、昭和32年6月18日に自家刀無名として重要文化財指定を受けた。 剣と合されているが、両刃の剣ではなく、片刃の実機刀である。波長62.1センチ、切人作り、角胸の刀身はわずかに打ち反りがあるが当初からあったものではなく、明治時代の再刃の際に沿ったものである。地鉄は、痛め肌が流れ心に肌立つ。刃紋は、自家人で匂い口潤み、小にえ付き、元で焼き落とす。 こしらえの全長は80.2センチ、金具は金製で、随運に相流、つばは尺道地で、表が波分、裏が随運分,分、鞘は随運分,分のなし地らか絵である。立ち形式の二組の足金物を持つが、二つの金物が間隔を置かずに並べて配された独特の様式である。ありがとうございます。